皆さんこんにちは、公認会計士の小林修司です。本日はですね、インボイス制度についてですけれども、このインボイス制度って実は会計ソフトを作っている会社、ここにこう利益がねもたらされているんじゃないのっていうふうにね、ちょっと疑問に思うようなところを話をしてみたいと思います。インボイス、10月1日からね、令和5年の10月1日からいよいよスタートすることになります。そしてインボイスに関連してですね、令和6年1月1日からはですね、電子帳簿保存法というところもですね、これも正式に今スタートされると、そういったような状況になっています。7月頃のですね、日経新聞の記事にですね、関東地方のテレビでよく日曜日にね、CM 流れるんですけれども、勘定奉行というソフトをね、作っているオービックという会社があるんですけれども、そこの記事が載っておりまして、その時のね、オービックの、令和5年の4月から6月までの業績がですね、純利益で 12% 増、3年連続最高高と、こういったような記事が載っていました。記事によりますとね、保有している有価証券を売却した売却益がかなりのね、金額があるとか、いろいろあるんですけれども、システム関連のね、受注が、かなり順調だというところがあるんですね。で、このシステム関連ってどういうところなのかなって考えたんですが、おそらくですね、インボイス対応とか、電子帳簿保存対応、こういったことのシステム構築ですね、これに関連するところが大きいんじゃないかなというふうに思います。もちろんこの勘定奉行だけでなくて、JDL とか、弥生会計とか、いくつかね、会計ソフトメーカーあると思います。PCA 会計もありますけれども、そういったところがですね、このインボイス制度の導入に際して、例えばですね、その適格請求書に対応した、それを読み取ってですね、そこに書いてあるインボイス番号を検索サイトとね、連携させて、しっかりね、登録されているところで名前が一致しているかどうかとか、あとは請求書のね、その税額税率が書いてあるかとか、そういったところをね、システム的に判定するというようなものをね、作っているんですね。で、当然ですね、免税事業者とか簡易課税事業者の方にはあまり影響ないですけれども、消費税の計算をね、原則通りやらなければいけない、やっている法人、個人事業主についてはですね、自分が買ってきた、経費とか仕入れについて、そのインボイスのね、要件を満たしていない場合には、仕入れ税額控除ができないということで、納税額がね、負担が上がると、こういったようなね、懸念がされているわけなんですよね。そうすると、やっぱりそこはシステム対応してインボイス判定しようかっていうようなことになると思うんです。で、そうすると、そういったね、売り上げが大きいとこですよね。消費税の課税事業者の場合に。そういったところはですね、自分の取引件数を考えたときに、それをね、全部経理がね、一個一個チェックしていくのかっていうところなんですけれども、それ現実的じゃないですよね。もちろんね、継続的な取引があるところは一回チェックすればね、変わらない限りはそんなに負担は少ないと思うんですけれども、新規に取引するところについては、やっぱりこうインボイス要件ってかなりチェックしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は想定されるんですけれども、そういったところをですね、こうアナログでやるよりはデジタルでやろうって、これは今の流れとして当然だと思うんですけれども、当然ですね、今の使っている会計ソフトに対応したインボイスのその対応するソフト、システム、もしくは電子帳簿保存法に対応するシステム、それを入れないとあまり意味がないですよね。例えば、スキャナーで読み取って、それをね、こう仕分けデータの方に連動させることができると、そういったような一貫性があれば、よりね、システム構築する意味があると思うんですが、当然このシステム構築ってお金かかるんですよね。で、どういったところがシステム開発しているかというと、会計ソフトを作っているベンダーさんなんですよね。ということは、やっぱりこういった記事にあるように、このインボイス制度、もしくは電子帳簿保存法ですね。これについては、会計ソフトメーカーがですね、儲かる仕組みになっているなっていうふうにね、常々感じてるんですよね。例えばですね、税理士、会計事務所については、例えば月額のね、記帳代行等で、顧問報酬をもらっているという場合に、インボイスのね、そのシステム、インボイスの要件確認が増えたから、顧問料をね、値上げできればもちろんベストですけれども、なかなかですね、お客さん側も
理解がしていただけないことが多いので、まあ、そのインボイス対応、電子帳簿保存法対応に伴う料金の値上げってところはね、まあ、かなり厳しいんじゃないかなというふうに想定されています。まあ、そういった中で会計ソフトメーカーからはメール本当に1本で、まあ、諸般の事情によってシステムの保守料金の、ね、値上げをさせていただきますと、そういうのがメールで届いて、まあ、それを受け入れざるを得ない会計事務所側がいると、今後ますます顧問料は上がらない、システム関連の保守料経費は上がっていく、作業量も増えていく、まあ、そうすると経費が増えていくわけですよね。会計事務所税理士もボランティアではないので、やっぱり営利を追求していかなければならない側面があります。そうするとどんどんね、この純利益がどんどんね、こう減っていく誘因、減っていくね、その可能性っていうのがね、秘められているんじゃないかなというふうに思っています。会計ソフトメーカーはね、本当羨ましいなと思いますよね。それ使わざるを得ない、使わざるを得ないから保守料の値上げにも応じなければいけない。応じなければですね、まあ、保守のサービスが受けられないので、まあ、アップデートについて提供されなくなって、まあ、そこに伴う、まあ、ミスがね、生じてくると、まあ、こういったような仕組みになるんですけれども、まあ、常々ですね、このインボイス制度、また電子帳簿保存法、まあ、これは誰のためなのかなっていうところがね、常々実務をやっていると疑問に思うところであります。まあ、インボイス関連のね、動画を上げたところですね、まあ、いくつかのね、こう質問がいただきまして、インボイス制度ね、本当に誰のための制度なのかと、まあ、そういったようなね、お問い合わせをいただくことがあるんですけれども、本当に私も、このインボイス、またね、電子帳簿保存法っていうのは、本当に誰のための制度なのかなと、ますますね、手間が増える。まあ、手間が増えるからね、まあ、税制の制度を反対っていうわけではないんですけれども、一体誰のためのね、この税制改正なのか、本当にね、こう考えさせられる、ここ数年であります。です。まあ、それにね、もう対応していかざるを得ないね、まあ、この強制力っていうのもありますけれども、本当にね、まあ、この先どうなってしまうのかなっていうところをね、ちょっと最近考えることが多くなっています。まあ、そういったことでですね、本日はこの消費税インボイス制度、一体誰のための制度なのか、実は会計ソフトベンダーがね、儲かる仕組みになっているんじゃないかなというふうにちょっとうがった見方をしている今日この頃ということで動画を上げさせていただきました。皆さんどうお考えでしょうか。ぜひお考えがあればコメント欄からメッセージいただければというふうに思っております。本日はまあこの辺で終わりたいと思います。この動画は公認会計士受験生や公認会計士に興味関心を持っていただける方へ役立つ情報や、公認会計士として実務を行っていく中で思ったこと、感じたことを発信するチャンネルになります。また、まあ、税務に関することですとか、経営に関することも今後はね、織り交ぜながらお話をさせていただきたいなというふうに思っております。チャンネルを応援していただける方は、ぜひチャンネル登録していただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。